こんにちは、ライクの塚部です。本日は私がボードを切る際に気をつけている点を紹介させていただきます。よろしくお願いします。切断面ですが、こちらのように裏側の紙だけを残して切ることで、こちら使っている道具の囚人丸ノコという道具になりますが、こちら吸いながら切断する道具ですので、こちらの紙が残っていることで効率よく粉塵を吸い取ってもくれます。こちら先ほどカットしました門の切断面ですが、こちら裏側の角の部分を面取りを行うことで、正面ボードとボードが当たる部分で隙間ができにくくなります。こちら先ほど加工を行いましたボードの接地面になります。こちら先ほど面を取りましたので、全てで隙間なくボードがついております。先ほどご紹介した方法でユニットバス内部を施工してみました。こちらユニットバス部分の壁部分と天井部分の取り合いの部分ですが、こちら隙間なく施工ができました。以上で本日の動画を終わります。こちらの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。現在の物件はこちらの物件になります。こちら建て売りでは珍しい平屋のお家になっております。また平屋にはなりますが、クローゼットやファミリークローゼットなど、また各室の収納がたくさんあり、大変収納の豊富な住宅になっております。また現場見学も随時行っておりますので、こちらの QR コードの方から現場見学をお願いいたします。